センブルはやっぱり洋服を作る集団ではあるけど、何か見てる人に考えさせるような集団でありたいな。服っていうのはやっぱり着るか着れないかだけでしか判断ができなくなっちゃうから、アートと音楽って絶対必要だなと思うのは、人間に考える余地を洋服よりもずっと与えてるの。だから自分たちの突飛な発想をそこで見てもらいたいっていうのがある。センブルは制作過程が今のハンドメイドの形になってからの方が、洋服は見たことがないもの、俺らが考えるモダンに近づいてる。進化的対抗、ファッションというのは流行だし、プリミティブというのは根源的だから、打ち出したい洋服っていうのが進化することによって自分たちがやってる手法自体は対抗してる。